Facebook の皆様、おはようございます。オレナです。ハワイからお送りしております。今日はちょっといつもより肌いんですね。でですね、来週からですね、来週？そうね。まあ、月曜日だからね、おはようございます。で、来週からですね、月曜日の、朝の9時から9時半。そして、土曜日ですね。土曜日の同じく朝の9時から9時半で、この、私のハッピーフラ、魂のフラの、お稽古をライブ配信していこうと思っています。で、この間ね、ちょっとやりま、今日時間がちょっとないんですけど、この間ちょっとやりましたけれども、確か1番で終わってたと思いますね。ありがとう、アロハっていう曲でした。私たちは星から生まれてきました、ね、そしてお母さんの魂に入って、そしてお腹に入って、そして育って生まれてくるんでしたね、はい、このお話でした。そして私たちは光だし、私たちは愛の存在です。そして私たち自身が心からもう本当湧き出る幸せを感じるとですね、その幸せを自分で止めておきたくなるんですね。止めておきたくなくなるんですね。うん。そしてそれを次の方、お隣の方に差し上げる。そんなような思いを持っていたら、そのお隣の人もまた次の人に幸せを分けていくんですね。そうするとどうなりますか？本当に本当にみんながそうなってったら、世界がね、平和になるんですよね。世界が平和って言ってしまうと、とても平たく感じるかもしれないんですけれども、でも、基本は、あなた自身が幸せであること。これが基本なんです。ということで、2番です。2番はですね、私たち宇宙に帰るときは、虹の橋を渡って宇宙に、魂の光として宇宙に帰っていくんです、はい、虹が遠くに見えますから、いいですか、私たちはこのお手手で虹、こうやって虹ってやるわけじゃないんです。よくね、フラダンスっていうのは手話と一緒っていうふうに言ったりもするんですけれども、うん、似てるけど違います。いいですか、大自然のことを歌っています。だから山や海、森、大空、大空を飛ぶ鳥、たくさんの自然のものが出てくるんですね。お花も出てきますよね。そう、そうしたら、その、じゃあ虹です。虹を表現するときは、私たち自身がその虹を、遠くに出ている虹を見るんです。私今こちらが全部窓なので、はい、その肌着に。海も見えたりするんですけれども、ですので虹が出るわけですよ。で、それ見てますよね。じゃあ見えてるから、それをみんなに伝えたい。じゃあどうしましょう。そうです。遠くに見えるんです。あそこに虹が出ているわって遠くをこう見ているんですね。そしてお手手は、こうやって示していくんです。わかりますか？お手手、ここまでしかないですよ。私たちのお手手。だから虹まで届かない。でも、私たちは遠くを見ながら、この動作をするだけで虹を見ることができるじゃないですか。いいですか、もしフラダンサーの方見ていたら、ここ大事ですよ。いいですか、見るんです。そう、想像するの、イメージの力でちゃんと見てください。いいですか、自分の心の中からイメージの力を持って、その歌に表現されていることをイメージしてください。そしてそれが見えたら、そこに手を出したら、あなたの前には虹が出ているんです。そうやって踊ったら、見ている人も、ああ虹だわっていうふうに感じることができるんですよ、ね、いいですか、先生がこうやったからこうやってくださいじゃないです。自分で感じるんです。感じたら、ね、そこからプルプルって心が震えますね。感動ですよ。そしたらそれがね、こうやってね、筋肉伝わって、あ、そっかーってこういう風になっていくんです。やってみてくださいね。まあ大変ちょっと今日時間がね、ちょっとね、押してるんですね。で、ですが、そしてこうです。魂が
上に上がってまいります。あ、ここちょうど綺麗。魂の光がこうね、上に帰っていくんです。いいですか？私たちは自分の一生を決めて降りてきています。言いましたね、一番で。あのお父さんとお母さんのところに生まれたら、こんなに楽しい人生が10年あるみたい。じゃあこの人のチケットを買って下に降りていこうって言って地上に来たんです。だから私たちは全て知っています。自分の行く道を知っているの。ね。だから迷うことないんですよ。たまに迷っちゃうことあるけど大丈夫。あなたの本当の道はまっすぐの大きな道なんです。そこにね、落とし穴とかがいっぱいあるかもしれない。大変な道のりなのかもしれない。それ思い込みです。私たちのやりたいと思って降りてきたこの道は、まっすぐドーンって光の道なんです。真ん中歩いていきましょう。ね。そしてたまに横にね、お店があったら、そこ寄ったらいいじゃないですか。いいんです、寄り道しても。何にもない道じゃないの。光の道にはたくさんのお店もあるし、カフェがあったり、で、たまにね、横に行く道があったりもするんです。横に行ってもいいんですよ。行ったらこう帰ってくればいいんだもん。私たち街を歩くとき、そうしてませんか？ そんな感じで、リラックスして、気を楽にして、お気楽に、この光の道をちゃんと歩んでいけばいいんですよ。わかりますか？お気楽。気を楽にして、はい、リラックスです。リラックスですよ。もう本当にリラックスしてください。リラックス、リラックス。これが大事なんですね。はい。そして、魂でしょ。そして、魂で帰っていった人の、このお心です。このお心は、残された方たちの心の中に入っているじゃないですか。だからね、あなた方皆さんの心のバースデーですよ、っていうふうになります。一番では、私の心のバースデーでした。2番では、振りは一緒ですけど、あなたの心のバースデー。素晴らしいです。はい。で、ちょっと音かけてね。1番から踊ってみます。音ね、ちょっと調整したからね、多分大丈夫。あ、小さすぎ？小さすぎかな？大丈夫かしら？
して生まれてきた星に帰ってください。さあ、今日は音が割れないで入ったかしら、どうかしら。もうなかなか調整がね、難しいですよね。どんどんね、ズームとかも変わっていくので、どうやって調整しようかなって、もう本当試行錯誤しながらやっています。そして、この曲をですね、たくさんの方に広めていってほしいなっていうふうに思っています。で、これを広めたいなと思う人、ぜひね、私とつながって、どうしたらいいですかって聞いてくださいね。はい。また、LINE 等を貼っておきますので、ご登録いただければ、オレナさん、朝言ってたの何ですかって聞いてください。なんかずっとライブ出してるのに、なんか出しとくねって言って、全然出してなくてすみません。そして、お知らせ、もう一つです。後ろに、新しい楽器がいますね。はい。で、あの子のお披露目会を、LINE にいらっしゃる方限定で、お話し会と私のライブをちょっと、一緒にして、LINE の方限定なんですけれども、やろうと思っています。日時は、来週の日曜日、時間は11時半からです。よかったら、LINE にまずつながってください。LINE の方限定なんです。うん。お願いします。楽しいです。私のいつもここに映っているので、何ですかって聞かれます。そして、楽器ちゃんね、新しく入った子は誰ですかっていうふうに聞かれますので、はい、そういう秘密のお話を LINE 限定でさせていただきたいと思っていますので、ぜひね、つながってください。それでは、今日は次、またレッスンがあるので、ライブはここまでになります。来週から、来週ですか？来週じゃない。あ、じゃ、そう、来週でいいのか。うん、次はレッスンは土曜日。ですね。はい、ライブでやるのは土曜日の9時から9時半です。そしてお披露目会と私のライブは日曜日の11時半からになります。そしてその次の月曜日はまた9時から9時半でやらせていただきますので楽しみにしていてください。ではでは、またね。良い一日をお過ごしください。バイバーイ。